新定画城とは、1910年に登場した図画の、国定教科書である。1910年発行の国定図画教科書、新定画城小学校6年段使用教科書、義獄事件が、きっかけとなり、今までの検定教科書制度は撤廃され、新しく国定教科書制度が1903年の、小学校例改正によって始まった。 この際に普通教育の一教科であった図画も、国定教科書を使うこととなる。最初に、国定教科書として編集されたのは、鉛筆画、手本、毛筆画で本であり、鉛筆画と毛筆画それぞれの教科書が刊行されている。これは、当時、フェノロサやオカクラ像が中心となって述べた、国粹主義による毛筆画と、小山翔太郎が主張していた鉛筆画について、 日本の図画教育における長短、特質論などについて論じられていた、鉛筆画毛筆画論争への影響を考えられたからである。その後の1907年の小学校例改正によって義務教育期間が6年に延長された。翌年より国定教科書の改正が行われ、1910年、鉛筆画像、毛筆画像と共に新定画像が登場する。 これらは高等小学校用にそれぞれ刊行された。1905年教育研究の9月号に安倍締吉が普通教育における図画は単に絵画的なものを教えるではなく普通の形態を描くために図的なものと画的なものを教えるべきと述べたことなどをきっかけに日本の普通教育における図画教育は教育的見地に立って作り上げていくべきだという動きとなっていた。 世界の美術教育においても、1900年フランスのパリで第一回世界図画教育会議、翌1901年にはドイツのドレスデンでの第一回芸術教育会議が行われている。こうした世界図画教育会議などをきっかけに、文部省は1902年に普通教育における図画取り調べ委員会を設けた。この委員会は欧米諸国の図画教育を調査し、 そこから、日本の普通教育における図画教育はどうあるべきかについて検討し、報告書を1904年8月15日の官報において発表した。委員は、正木直彦、黒田清照、滝誠一、上原六四郎、白浜印、溝口貞次郎、小山翔太郎、宇川俊三郎であった。この委員会によって、 新定画像の誕生など図画教育の一つの転機を迎えることとなる。新定画像は普通教育における図画取調べ委員会のメンバーであった正木直彦、上原六四郎、小山翔太郎、白浜印に安倍締め吉を加え編纂されたものであるが、その再度1904年に同委員会により提出された我が国の普通教育における 図画教育のあり方についての報告書が多分に活用されている。この報告書は欧米諸国の図画教育の調査研究をもとに日本における図画教育のあり方の検討をされたものだが委員会メンバーである白浜は米国の図画教育を実際に見分しており彼の我が国の図画教授は外国の図画教授と並行していかねばならぬとする思想も大きく反映している。 新定画像はテキストブックス・オブ・アート・エデュケーション、フレイ・リッヒ、スノーの両名の著作に基づき編集されたと言われており、欧米の図画教育の影響を多く受けている。1932年に小学図面が発刊されるまで使用された。この新定画像とテキストブックス・オブ・アート・エデュケーションの比較と分析については金子和夫が詳しく研究している。 そうした研究によると、テキストブックス・オブ・アート・エデュケーションは子供が読むために作られたものであるのに対し、心定画像は教師が教授するときに役立つことを考え作られていることが指摘されている。つまり、二つは編集の視点が違うことがわかる。また、心定画像は教授法を重視している。主たる特徴は次のようなものが挙げられる。子供の成長に応じて、 鉛筆と筆を共に用いるという考えを示した。新定画上に載っている、輪画、写生画、記憶画、公案画、学例に従い割り当てられている。低学年は、記憶画、高学年は、写生画を重視。学例に従って、道具や機材の教育方針を定めている。一年では、色鉛筆の使用を、三年では、尺度、三角定規の使用を、四年では、 コンパスの使用を定めている。これは個々の分野をお互いに関連させてまとまったものにすることを重んじた教育方針であることを示している。1907年頃、新定画像が出版されるまでの日本の図画教育は物体をよく観察し正確に描くことを目的として実用的なものだった。そのため内容は手本の絵を忠実に模写する輪画が主だった。 新定画城の最大の特徴は、そこから脱却し児童の発達段階に見合った教材と指導法を提示、体系化した点にある。しかし、この教科書は、臨画主義を根本から否定するものではなかったため、後年、山本家内を代表とする自由が教育運動から批判を受ける。ありがとうございます。